マヌエル・デ・ファリア・イマテウは、スペインの作曲家。晩年に、フランコ政権を避けて、アルゼンチンに亡命した。1890年代からマドリードでピアノを学ぶ、傍ら、近代スペイン音楽復興の立役者、フェリーペ・ペドレルに作曲を指示。現在、ペドレルは、音楽学者として、トマス・ルイス・デ・ビクトリアの作品全集の工程、観光で名を残しているにすぎないが、 ファリャに、スペイン民族音楽への興味を植え付けたのが、他ならぬペドレルだったと言われる。ファリャはとりわけ、アンダルシアのフラメンコに興味を寄せ、多くの作品において、その影響を示している。初期作品には、多くのサルスエラがあるが、中でも、最も重要な作品は一幕形式のオペラ、儚き人生である。1907年から1914年までパリに、滞在。いち早く、 ファリアの才能を認めたデューカスは、オペラコミック座で、儚き人生を上演させ、ファリアを、スペイン出身の作曲家アルベニスに紹介した。アルベニスから、リカルド・ビニエス、ラベルへと人脈が広がり、芸術家のサークル、アパッシュに参加、これとは別にドビュッシーとも親交を結んだ。パリ滞在中に、ピアノと還元楽のための、スペインの庭の夜の作曲に着手するが、 第一次世界大戦勃発に伴い1914年9月に帰国。マドリードに戻ってからは、スペインの庭の夜を完成させたのに続き、バレエ音楽、恋は魔術師、バレエ、リュスのために作曲された三角帽子など、最も有名なハリア作品が生み出された。これらの作品では、民族主義と印象主義の両方がバランスよく混在している。 1921年から1939年にグラナダに移住してイントン生活を送りつつ室内オペラペドロ親方の人形芝居やクラブ三協奏曲を作曲した。これらの作品はストラビンスキーの新古典主義音楽の影響が認められスペイン民族音楽の影響はやや希薄になっている。1936年に スペイン内戦が始まり、グラナダにいた親友フェデリコ・ガルシー・アロルカが銃殺されたことを機に祖国を離れることを決意、1939年にアルゼンチンに亡命した。フランコ政権からはたびたび帰国要請があったが、彼は修正拒否し続けた。ジャシンバルダゲーの民族女児史に基づいて、グラナダ時代に構想された大規模なカンタータ、アトランティーダは、 アルゼンチンに移住してからも作曲が続けられた。しかしながら作曲者の最後においてもこれは未完成のままであり、死後に門人エルネスト・ハルフテルにより実用版完成に向けて保湿され、発表された。1946年にコルドバで亡くなって同地に埋葬されたが、翌1947年にフランコによって遺体はスペインへ戻され、国葬の上で、 カディス大聖堂の地下礼拝堂へ埋葬された。没後の1970年により、スペインで発行された100ペセタ紙幣に肖像が、使用されていた。オペラサルスエラ劇不随音楽バレエ音楽その他、ハット ABCD ロランマニュエル、吉田秀和役、音楽の楽しみスリー、白水社、2008年、320から331ページ、ラベル、ビニエス、 フローラン・シュミットらが1900年に結成した芸術サークル。ファリアは真っ先にドビュッシーを訪ねたがその時は相手にされなかった。しかし、その後ドビュッシーもファリアを認めるようになった。ありがとうございます。